空空間への入り口がこんなところにあるなんて。ここはごと吹っ飛ばそうとしたファントムは許せない。先輩、やっつけちゃってね。ええ、でもまずはナギちゃんを助けないと。想像しいわね。何あれ、ロボット？あれはバールハイト。バールハイト？先輩、気をつけて。私は黒沢、バールハイトの長であり、アスクレイセキュリティサービスを指揮している。アスクレイって製薬会社の？それは表向きの顔、裏ではこういった兵器開発を。小うるさい社長には消えていただいた。これであの会社の全てが私の。あなたのファントムにそそのかされたの。なんとでも言え。まだまだ。
魔空空間につながるもん。戻れるかわからないけど、行くしかない。凪ちゃん、待っててね。